2021年8月くらいの a ー s ベーストレンドチェック勉強会ですね。始めていきたいと思います。あ勉強会の趣旨ですけど、日々たくさん出てくる a ー s ベースの最新情報を追うのが超大変なので、月に1回まとめてキャッチアップしようと。えー、みんなでトレンディーになろうと。 いう企画になってます。今月は普通にエダベースの最新情報を拾うだけだったら、普通に週刊エダベース拾ってくれればよくて、デブ IO、あ、ドット抜くの忘れすぎてるだろ。数回で作れ忘れてますね。<laughs> コピペで作ってるんで、すいません。デバ IO の記事拾うことによって、面白いものとか、いろいろあるんで、まあえてデバ IO を拾いますというやつですね。で、今回は戻ってきてペースが56本ピックアップしてます。1分、1本ペースで紹介していきますんで、まあ、ガンガンやっていきますというところですね。皆さんこれ知ってますか この記事の元になってるこれなんですよね。ストリーミングズンドコをキネシスデータアナリティクスで記憶判定してみたっていうこのズンドコきよしプログラムのやつなんですけど、もうこれ見た瞬間もう笑いが止まんなかったんですけど、まさかこの伝説のブログが IoT イベントになって帰ってくるとは思わなかったですね。<laughs> まさかの展開ですと。いいやつですね。まあ、あの、どんなものなのかっていうと、ランダムにズンとどこがストリームで流れてくるので、ズン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 どこってなったらキーを使用するっていう。 そういう仕組みですね。これだけで笑えますよね。これを IoT イベントでやるとどうなるかみたいな話ですね。新さんの記事になってます。まあ中身はどうでもいいか。はい。ま <laughs> ああの、ずんどこ気落ちでいきますよっていうぐらいの話ですね。まあこういうモデルとか作ってやったらちゃんとなりましたよみたいな話 <laughs> そん話ですね。あ面白いので見てみてください。次いきますね。エッドベスコントロールタワーでガードレールの名前と説明がちょっと良くなりました。これはまあ本当にちょっとしたアップデートなんですが、コントロールタワーはまあガードレールって形でいろんな これをできないようにするみたいなガードレールがあるんですけど、今まで検出的ガードレール、ガードレール2種類あって予防的ガードレールと検出的ガードレールっていうのがあって、検出的ガードレールはまあ設定はできてしまうけど、その設定されたら検出するみたいな感じなんですけど、予防と同じように何とかさせない、何とかしないみたいな書き方がもともとされてました。でも実際にはされちゃうので検出するっていう書き方になったっていう、ただそれだけの話ですね。まあ、ちょっとわかりやすくなりましたよという話です。次、クイックサイトのローレベルセキュリティが 匿名ユーザーのダッシュボードで使えるようになりましたという記事で、えっと、岩スさんのやつなんですけど、なんか残念ながら検証してうまくいかなかったみたいなんですけど、クイックサイトのロールレベルセキュリティは特定の行ですね、そのデータの中のこの行だけアクセスできますよみたいな設定が、今回、匿名の未承認のユーザーに提供するダッシュボードでも提供できるようになったらしいけど、ちょっと確認はできなかったという記事です。といつの間にか増えていたクラウドウォッチメトリックスマスの14個の関数を確認して クラウドウォッチ、メトリック。 まずはクラウドウチメトリックスの計算をしてそれの結果を出すと、まあ、基本的な四則演算とかサムとかカベレージとか使えてたんですけれども新しく種類が増えましたよということでこの前座はわかりやすいメトリックスマスの説明なんですが何が追加されたかこのあたりですね僕気になってるのはこの Dif が取れたりとかこの辺いいなって思いましたねでこの記事の中ではこの Day ですかねこの1から7までの整数が曜日ごと返ってくる るので、まあ、これを使って平日と休日と違う感じに出すみたいなとこがサンプルで書かれてます。ここに12個あって、あと2個がこっちのフィルの中で使うってやつですね。2つ追加されているという話でした。で、あとはまあやってみたですね。デイを使ってここの土日の分扱わないようにする、出さないようにするみたいな。 言葉ができますよという感じでした、まああの可能性がだいぶ広がった感じですねここのクラウドウォッチの中の表現だけでこういろいろできるようになったので面白い使い方できそうですよね特にダッシュボード作るときとか使えそうですよね次 ECS o オプティマイズドボトルロケット AMI で ECS 環境を構築するボトルロケットがコンテナのホスト用の OS として特化した Linux ベースのディストリビューション OS ですねで前から出てたんですけど EKS に対して GA してたたんですけど ECS はプレビューだったのかなまだ GA してなかったんですけど、今回 ECS 用の AMI が GA されたという形で、またやってみたんですね。こんな感じです。あんまり ECSONEC2 やらないので、あんまりこう使うイメーがないので、私はちょっとどれくらい役に立つのかみたいな感覚わかんないですけど、じゃあ次いきますね。t s h i f t Data API でトランザクション内での複数クエリ実行ができるようになりました。まあ、データ API は、f、IAM を使って 使ってクエリを実行するですするるでででけれれどもそれで複数クエリが出るよううになりましたというといころですね従来でも一応その複数クエリをセミコロン区切りで入れれば、まあ、無理やり複数クエリ実行させるということができてたんですけれどもちゃんと分離してバッチエグゼキュートステートメントっていう形で実行できるようになりましたと。で、あのまあ分離できるようになって何が良くなって のかっていうところですけどちゃんとそれぞれの実行結果を一個一個取得できるっていうところとサブステートメントって形で各クエリごとの結果がちゃんと両方とも変わってきますよ。 っていうところとか、帰ってくるっていうか、取得できるですね。はい。あの、リクエスト投げて、結果後で取りに行く形なので、取得できるようになってますよというところとか、あとはこれですね。この複数のクエリを単一のトランザクションとして扱うことができるので、まあ、これがいいですというところですね。こんな感じです。使ってみてください。次ナムダ関数に対するコードグループロファイラーの有効化がワンステップでできるようになりましたと。これまで、このコードグループロファイラーの有効化をするにはですね、 プロファイラー作って、ラムダ実行ロールでアクセス許可して、さらにコード変更してラムダを再デプロイする必要があって、で、コードのデプロイが不要に途中でなったんですけど、代わりにこのラムダレイヤーを追加して環境変数を設定するっていうのが必要になったんですけど、ここの部分が今回ボタンパチってやると自動的にやってくれるというふうになりましたというところですね。で、やってみたいすけど、まあ、 からボタンポチってやると有効化できましたと。で、実態としては変わらずにナムナレイヤー差し込んで環境変数を追加するっていうところは変わらないです。ラムダレイヤーを追加して環境変数が入ると。 という動作が、まあ、裏で動いたという感じですね。一発でできるようになったというところです。次に、コントロールタワーカスタマイズソリューションを使って、ガードレールとクラウドフォーメーションを自動展開しているんだ。これは、あとアップデートじゃなくてソリューション紹介なんですけど、AWS コントロールタワー、まあ、ノーマルチアカウントを管理するための仕組みですけれども、これと連携して、まあ、各アカウントに対して、追加の自分たちで定義したソリューションを展開するという仕組みが、AWS のソリューションとして公開されてますと。で、どんなふうにやるかっていうと、こんな感じでコードコミットとかコードパイプラインとか、 まあコードコミット使わなくてもいいんですけど、連携して、新,新しいアカウントがデプロイされたりしたら、保存してあるテンプレートを引っ張ってきて、そのクラウドフォーメーションのテンプレートをバーンと一緒に展開してくれるみたいな仕組みが動かせますよという形ですね。実際コントロールタワーでこう複数のアカウントを管理するときに、コントロールタワーがやってること以外に自分たちのこう仕組みを展開したいみたいなことは結構多いので、こういう仕組みがあるとですね、展開しやすい。自前の仕組みとかを用意しなくても展開しやすいという形ですね。もともとマルチアカウント管理の 事例とか AWS サミットとかでも結構事例とか上がってるんですけどだいたいテラフォームとかを駆使して頑張ってこうマルチアカウントに対する環境ディプレの仕組み作ったりとかしてる会社さんとかいたりとかするんですけどコントロールタワーと組み合わせてこういう仕組みを使うっていうのも選択肢の一つとしてあるという形でピックアップしました次 AWS コントロールタワーでリージョンの選択解除ができるようになりましたコントロールタワーは適用するリージョンですね選択できるようになっていてこのリージョンはコントロールタワーの配下に よよくここは置かなないいみたたのができるようになってましたと以前は選択ができるようになった段階で、追加ができるように、個別に追加をしていくっていうのはできるようになったんですが、追加したものを解除していくっていうのはできなかったですが、それもできるようになったので、よりどのリージョンをコントロールタワーの配下に置くのか、置かないのかっていう選択がまあラフにできるようになったというアップデートですね。なので、とりあえずまあ東京リージョンしか使わないつもりなんで、まずは東京リージョンだけ有効化しますっていう、ラフに設計をしたりして も問題なくなったし逆にとりあえず全部見ようかなって思ってるので全部入れますっていう風にバーって入れて、まあ、結果的に全体を管理するための費用がコストがちょっと問題なんで使わないリージョンは削り回すみたいなのも簡単にできるようになったので設計を簡単に制約なく考えることができるようになったというアップデートですね、まあ、実際にどうやってやるかっていうとランディングゾーンの設定の画面で適用リージョンをチェック入れたり外したりっていうのをやって更新をするという感じですね次データシンクで fsx4windows ファイルサーバーへデータを移行する際に sacls システムズアクセスコントロールリストを同期できるようになってました。これは中山さん帰ってくれたやつなんですけれどもデータシンク使いながら監査ログ、アクセスログを取得するための設定システムアクセスコントロールリストこれも一緒に持ってこれるので同期が楽になるよみたいなアップデートですねやってみたは結構がっつりしてるんですがアクセス制御の設定してあるやつがちゃんと移行 したのも適用されてログが取れてますよねみたいな。 感じの確認ししてました次。AWS メディアサービス関連のクラウドウォッチダッシュボードを作成できるスクリプトを触ってみた。これはお前さん書いてくれ,るくれてる記事ですけど、メディアサービスのダッシュボードこんな感じで作れますよみたいなブログが出てたという話で、そのスクリプトを使ってクラウドウォッチのダッシュボードを作ってみたという記事で、こんなのができますよという形でやってくれてますと結局、その AWS の各種サービス監視するとき、クラウドウォッチのダッシュボードとか作りたい。メトリックス 何見るか決めたいみたいいみな時って何を見たらいいのかっていうのが結構ネックになりがちなので逆にこういうふうにメディアサービスこれ見たらいいよってダッシュボードのサンプルがあるっていうのは非常にいいですよね他にもそのネイティブで自動生成のダッシュボードを使えたりするサービスもありますけど見る観点がまとまってるの非常にいいですよねもっとこういうのを増やしてほしいなって思いましたメディアサービス使うとき参考にしてみてください次 EBS ボリューム作成時のべき当性を担保できるようになりましたべき当性は何回 操作を実行しても同じ結果が返ってくるようにすると。 いう形で、まあ、例えば EC2 であの作りたいときにリクエストうっかり複数回送ってしまって EC2 が2つできてしまうみたいなことにならないようにするためのまあ仕組みですね。EC2 自体はここに書いてありますけど、クライアントトークンっていう仕組みでこのべき統制を担保する仕組みがあるんですが、これが EBS 単体でも同じようにできるようになりましたよという話です。次、ライトセールでオブジェクトストレージが利用できるようになったけど、とっつきすさが異常、CDN レンても簡単という形で、ライトセールはまあ VPS でいいんですかね。 定額のコンピューティングリソースを使えるサービスみたいな感じで EC2 とかが使えるサービスですけどストレージとしてオブジェクトストレージ S3 ですね S3 を使った仕組みも提供されるようになりましたというところですねでまあ単純にストレージ先として S3 使うだけじゃなくて静的ホスティングしてクラウドフロントを資源と連携するみたいなところもできるようになってますよと いう形ですね。これ、ライトセールのいいところですよ。定額で選べるってないところですよね。月 1US ドルでこのストレージ使えますよみたいな。これ分かりやすい形は、ケースバイケースですけど、ハマるケースはありますね。UI も、このラッピングした UI があるんですね。ここ、この画面で、あの、ドラッグドロップでアップロードしたりとかできるような感じになって しこクかもこれちょっとわかりやすいですよね。パブリックでリードオンリーだよって。逆になんか S3 もここまでわかりやすく書いてほしい気がするなってちょっと僕は思ったんですけど、こんな感じのができるようになってますという感じですね。じゃ次行きます。クラウドウォッチシンセティクスにビジュアルモニタリング機能が追加されました。これ面白いアップデートですね。シンセティクスでこうチェックしに行って、 サイトのスクリーンショットを撮る機能があるんですけど、スクリーンショットを撮って前のスクショとこうどれぐらい違うかっていうのを判定してくれるという感じですね。で、やってみた見てみるのがいいんですけど、まあ、スクショが撮れてますよと。で、サイトの、これはテキストをちょっといじってる感じですかね。でいじって、これは色変えてるのか。 って,いじってあげるとこれテキスト書いてるのかはい、これはベースのスク,ロスクリーンショットから0.04%変わったってめちゃくちゃ細かいんですけど、ちゃんと採用検知できてるという形ですね。で、まあ、あの、この式位の部分を変えることができるので、ページがガラリと変わったらとアラート出すとか、そういう感じの使い方ができるというところですね。パーセントの調整がちょっと大変そうだなっていう気はしたんですけど、スクショベースで異常になってないかっていう判定ができるので、 判定の方とししては結構いいいかなって思いましたね試してみて、いい感じのパラメーターの取り方、値の取り方が理解できたみたいな人がいたら、ちょっとブログを書いていただきたいです。 はい。これ面白い機能ですよね。ちょっと使ってみてください。次、エダベースウェルアーキテクテッドツールでベストプラクティスごとに適用できない理由を入力できるようになりました。これ、いいアップデートですね。今までウェルアーキテクテッドツールって、まあ、これは対応しないですとか、これはこうしますとか、適用できないベストプラクティスがあるときとかに、まあ、ここのノートに書くということが従来はできたんですけど、これが質問単位になっていた。実際にどういうことかっていうと、こう、一つの質問の中に細かく いろいろベストプラクティスがあるんですがまあ、この質問単位でもともと1個のノートしかなかったのがベストプラクティスの単位ごとに細かく理由を書いていけるようになったという形でより細かくベルアーキの状態管理ができるようになったというところですねいいアップデートですねガンガン使っていきましょう次エドウシークレットマネージャーのシークレット登頂リージョンから大阪リージョンにレプリケーションしてリージョン冗長化してみたとこれはリージョン冗長化どういう風うにできるのかみたいなところが 書いてある記事ですねシークレットマネージャーでキー管理まあ、クレデンシャルとかを管理するときに、まあ、当然それの可用性を意識する必要があるんですけどまああのこの機能を使うとまあ、東京リージョンにシークレットを置いてますよみたいなときにここが落ちるとまあ、もちろん東京リージョンの中のシステムもそうですしまあこれを参照しているオンプレミス側とか他のシステムも落ちちゃうのでちゃんと冗長化しましょうという形ですねでこの機能はレプリケーションして常に最新の情報を同時するっていうこともできますし 切れた時に昇格するみたいなこともできるという話でした こういう状況が、特に東京、大阪でできるようになったのは、日本のユーザーだと選択肢としては取りやすくなりましたよね。今までは、こう、なかなかあんまり別リージョンで対象外して取るとか、日本のユーザーやれなかったパターン多いと思うんですけど、大阪に出せますよってなってると、より選択肢が、何ですかね、身近なものになってるので、取りやすいと思うので、まあ、こういったところもできるようになってると思ってやってもらうといいかなと思いました。Amazon レッドシフト、コンカレンシースケーリング、同時実行スケーリングが書き込みクエリをサポートして、さらに進化したオートスケーリングを実際に試してみましたと。ところで、レッドシフトのコンカレンシースケーリング、同時実行スケーリングは、いわゆるスケーリングの機能なんですけれども、これが前は読み込みのワークロードだけサポートしてたんですけれども、書き込みでもできるようになりましたというところですね。で、本当に課金体系が、まあ、ここに書いてあるんですよ、サーバーレスみたいな感じに使えるので、まあ 非常に使いやすいスケーリングの機能だというところですね。でいろいろ検証してもらって、 出るんですが、いろいろ検証した実績とかが書いてあるんですがスループットはめちゃくちゃ上がりましたよっていう話とかレスポンスが向上しましたよとかいろいろ書いてあるんですがこのあたりですねスケーリング負荷をかけたときにスケーリングするのがまあだいたい59秒ぐらいで実行が始まるというところで1分未満でこうスケーリングクラスターが利用できるということでこれかなり早いですよね普通の従来のスケーリングとかと比べるとだいぶ早いのでっていうところ あとは、ま、このコストの部分ですよね。もうスケーリングしてる間だけ一時的な負荷に対応するためにスケールして、その分だけコストかかるっていう形で、本当にサーバーレスっぽくスケールしてくれるので、結構ありがたいなって思いました。なので、定常的なそのクラスターのサイズを抑えておいて、このコンカレーシンンスケーリングの設定入れておくっていう使い方が結構ベーシックに利用できる感じになったのかなというアップデートですね。ぜひ使ってみてください。次、DC2 オートスケーリングのスケールインの時にどのインスタンスを 終了するるか AWS でで制御できるようになりましたこれはなかなかそこまでやるんだっていうアップデートですね。今まではターミネーションポリシーっていう設定で、まあ、どの EC2 を終了するのかっていうポリシーが設定できたんですけど、もうあのそんなレベルじゃなくて、もうラムダでよしなにするっていう感じのことができるようになった。 いう感じですねここでは特定の AZ のインスタンスを落とすっていう処理ですね。インスタンスのリストの中で AZ 確認して AZ が1円のやつだけリストに載せるみたいな感じのことをやってました。いかようにでもできるので、ここまでコントロールする必要が何にかくらいあるのかなっていう感じが若干しましたけど、あの面白い使い方ができるのかなというものになって ますこれれはそれだけかな次、Amazon Athena ア,アンロードコマンドによる CSV パーケープル ORC JSON 出力サポートしましたという形ですね。アテナでアンロードその結果をセレクトのクエリの結果を出力するという機能でただ出力するだけじゃなくて、まあ、いろんなフォーマットに出せるようになったので、まあ、その後の後続の処理につなげる。まあ、なので前処理とかがこの部分でできるようになったっていうアップデートですね。結構いろんな形式に対応したって っていうところも大きいですかね。まあ、それぞれ対応してますよっていうので、やった実行結果を確認してる感じですね。注意事実行いくつかあるんですが、バージョンは大体大丈夫だと思うんですけども、今アテナ使うと V2 しか多分使えないと思うので大丈夫だと思うんですが、出力先にオブジェクトがあるとエラーになるので気をつけないといけないっていうところとか、あとパーティション数が100以内である必要があるとか。 あなたがは気する必要がありますが、まあ、いろんなフォーマットで出せるので、これを使えるケースがあるのかなと。 という形です。次、RDS クロスリージョン自動バックアップ機能のリージョンが拡張し、立て先の選択肢が広がりました。以前、RDS クロスリージョンの話をしたときに、この東京大阪が片方向しかできないっていう話をしてたんですけど、これが両方向できるようになったという話です。まあ、両方向できるようになったり、対応リージョンいっぱい選べるようになったんですけど、ただ、まだピックアップされているリージョン全部で双方向できるようになったわけじゃなくて、このリージョンはここには いけるみたいな感じの制約がまだあるみたいなので、この細かい要件は引き続き確認する必要があるんですが、とりあえず東京大阪は両方いけるようになったというところで、それは嬉しいですね。次、クラウド9が少し便利になりました。クラウド9の ID の画面で、クラウドウォッチログスがここから選んで、ログがここに表示されるとか。 あとは S3 のファイルをここから ID のここのファイルとかを S3 にここからアップロードするみたいなことができるようになったりしましたと。アップデートですね。ログ見れるのはここで開発してコードデプロイしてラムダのログ見るとかあったりするので、まあ、そういうの見れるのは結構いいのかなと思いました。次、AWS コンフィグが AWS バックアップのリソース記録をサポートしました。千葉市さんがいつも通りわかりやすく AWS バックアップの可視化をしてくれてますけどまあこれのバックアッププランとリソース割り バックアップボルト、キューポイントリカバリーポイントですかね。の4つのリソースタイプをサポートしました。で、事実上これで AWS バックアップの一通りの設定状態を拾うことができるようになってます。という形ですね。これもコンプライアンスに活用できるかなという。ああ、それの前触れだったんですね。と。ASA アップデートです。次。AWS セキュリティハブの基礎セキュリティベストプラクティスにまたコントロール増えたよと。あの、AWS セキュリティハブの基礎セキュリティベストプラクティスはもう間違いなく AWS 環境のセキュリティチェック で活すね。はい。基準ですけど、どんどん追加してくれてますが、新しく10個増えましたというところで、今回、ECTS に関するチェック項目が増えたので、コンテナ環境とかでも役に立つようになりましたというところですね。マネージドでこういう各サービス、どういう設定が良くないのかっていうのを出してくれるのは非常にありがたいですよね。ぜひ使ってください。次、システムズマネージャー、チェンジマネージャーに変更リクエストの自動承認機能が 追加されました今までは、チェンジマネージャー、リクエストを投げたら、まあ、承認者が承認すらってボタンを押して変更されるみたいな仕組みだったんですけど、まあ、それが自動承認するかどうかっていうのを選べるようになったという感じですね。具体的にはこのテンプレートの中で自動承認使えるよっていうチェックを入れた後に、リクエストするときに自動承認のリクエストにするっていう選択ができるようになるという感じでした。必ずしも自動承認がいいかって言うとりするわけではな、ね 用途によって使い分けるることとがでできるという話です次、Amazon Workspaces のクォーター情報がサービスクォーターから確認できるようになりました。まあ、今まで見れなかったんだなっていう感じですけど、これがサービスクォーターのダッシュボードから見るようになりましたと。と、まあ、この辺ですよね。最大利用可能数とか結構何個まで利用できるんだっけってところとかは確認したい情報だと思うんで、これらが見れるのはまあいいのかなという感じですけれども、で、これ補足に書いてあるんですが、 なんか、シュワツさんが確認すると、クォーター値が200になってて、まあ、設定がまちまちであるという話をされてました。EC2 の上限とかも、そのアカウントの状況に応じて、ある程度自動的に緩和するみたいなことをやってくれてるらしいので、もしかしたらその一環なのかもしれないんですけど、まあ、そういう意味で、逆にクォーターが見れるようになったのは良かったのかなという話ですね。で、あとは、大量の緩和申請の場合には、サポートケースを票した方がいいみたいなので、まあ、このあたり気をしけて,てくださいと。 というところですね。次、クラウドウォッチでクロスアカウントアラームが使用可能になりました。クラウドウォッチは最近もクロスアカウントでダッシュボードを作ったりとか、そのクロスアカウントで監視、運用監視するための機能が発達してきてましたけど、アラームは今までクロスアカウントで設定するのはできなくて、そのメトリクスとかを持ってる元の方でアラームの設定が必要だったんですけど、今回はその集約先ですね。そっち側から設定ができるようになりましたよという形ですね。で、まあ、ここで細かい説明が でまあ、かこののハラームの設定すすするるるるときにににアカウントが選べよよようううななってい感じです、ね、ででねりましたよという話ですコメントありがとうございます。クラウドウォッチログスのクロスアカウントはよ。ああ、なるほど。ログスはまだクロスアカウントできないんですかね。はい。それも待ち遠しいですね。次。AWSWAF のマネージドルールでバージョン指定がサポートされました。これ結構嬉しいアップデートですね。AWSWAF の、まあ、いいところはマネージドルールですね。あの、AWS とかセキュリティベンダーが パフのルールを出してくれているので、あの、ユーザー側がいちいちパフのルールを定義して、一個一個作っていくみたいなところが不要なので、それはいいところなんですが、とはいえ、メンテナンスをデータベースとかサードパーティーのベンダーがやってくれるっていうところはメリットでもある反面、いつの間にか勝手に上がるというところで、まあ、それが逆にいきなりサービスが動かなくなるとか、そういうリスクがあるというところですね。まあ、実際はそんな、なかなか起きないんで許容することが多いんですけど、ルールが変わって、そういうご検知、過検知が起きる可能性があると。 というところで、まあ、今回の機能でバージョンを指定できるようになったので、デフォルトっていうのを指定しておくと、デフォルトバージョンが上がると勝手に上がるような従来型の使い方になるんですが、明示的にバージョンを変更の画面でバージョンを指定すると、まあ、そのバージョンで固定になるというところですね。逆にこの場合はバージョン上がったのを気にしながら検証して適用していくみたいな運用が必要になると思うんですけど、より安全にマネージドルールを使うことができるようになったという形ですね。ここでは AWS が提供しているルールですね、についてバージョンがサポートされてるんですけど、 僕もこれ見てサードパーティーはって思って、ちょっとマネコン確認しに行ったんですが、サードパーティーはどうやらまだこのバージョン管理の機能ですね、対応してないみたいでした。サードパーティーのやつ1個当ててみたんですけど、バージョン選択のこの画面ですね、これが出てこなかったので、残念ながらサードパーティーはバージョン提供されてないみたいなんですけど、そっちがどちらかというと僕欲しいなってちょっと思いましたが、はい。まぁ、交互期待と。 いいいう感じですね、まああのの自動ルールー更新気にししてててるお客さんがいたらこの辺り紹介してみてください、まあ、実質やるかっていうと、運用上やらないことの方が多いんじゃないかなって僕は思います。楽な方を選んだ方がいいと思います。次 i 3アクセスポイントでバケット名形式のエリアスが利用可能に、これ結構嬉しいアップデートなんじゃないかなって思いました。S3 アクセスポイントはああ、S3 に対するアクセス制御とかを切り出して作ることができるサービス機能ですけれども、従来はですね、 アクセスポイントの ARN を指定してこう操作をするスクリー API を叩くっていうのが必要だったんですが、そうするとですね、で ARN を指定しないといけなかったんですが、つまり ARN が指定できるサービスとかプログラムコードじゃないといけなかったと。 というところですね。はい。なので、ここに書いてあるんですが、プログラム側の回収が必要だったり、あるいは、ま、連携するサービスとかが、そもそも ARN での指定に対応しなくて、バケット名でしか指定できないみたいなパターンが結構あるかなと思うんですけど、そういう、ま、何かのエクステンションとか、そういうのを使っているときに結構ありそうだなと思ったんですけど、それが、こう、バケット名として扱えるエイリアスっていう形で S3 アクセスポイントを使えるようになったので、アプリケーションコードとか、そういったエクステンションとかですね。そういったところで、まあ、あの、回収しないで、そのまま使えるようになったと。 とこ,ですね、これは F3 アクセスポイントが利用できるような場所が広がったのでいい感じだなと思いました。 次、フィルート53アプリケーションリカバリーコントローラー試した。これ新しい機能ですけど、このブログめちゃくちゃ長いんですよね。<laughs> 中山さんがめっちゃ買ったり。これなので長いブログになってるので、当然把握しなきゃいけないことが結構多くなってるんですよね。用語の説明とかいろいろしてもらったりとか、図を一個一個の用語の解説と、それに伴うマッピングですね。こんな感じですよっていうのをやってもらってるんですが、うまく説明できる気がしないな。<laughs> 要点をかいつまんで説明すると、 んて言ったらいいのかなこれは。下の方にだいたいまとめが書いてあるんですが、細かいところは中身読んでなんとなく理解してもらえればいいと思うんですが、このあたりですかね。レディネスチェックっていう、そのフェールオーバー、フェールオーバー先がちゃんと機能してるかみたいなところとかをチェックする機能があって、それが動いてるので、そのフェールオーバーしたけど、ちゃんと動いてなかったよねみたいなリスクを減らしたりすることができたりとか、あとはリカバリーコントロールっていう機能で、系の切り替えとかが簡単に できるんですけど、まあ、これであのメンテナンス時の手動フェールオーバーとかにも使えたりとか、切り替えるっていうところが運用簡単になったりすると、そういった使い方もできるという話でした。でも、定、ま、常、あ、的にみんなが利用する機能かっていうと、まあ、仕組みが結構重たかったりするのと、費用感がぼちぼちあるので、割とここに書いてある通り、ミッションクリティカルなワークロードで検討するような機能だという話でした。僕が紹介するとざっくりこんな感じですけど、中山さんいるかななんか補足の説明とかあれば。はい、いや、大丈夫だと。 思いますあの自分もいまいち理解しきれて,てはい <laughs> ちょっとあの <laughs>、はい、エディレスティックは結構気軽に使えそうだと思ったので、はい、じゃあ,まあ使ってもらっていいのかな っていうのとただそのマルチリージョン構成でやってるときはレディネスチェックはなんか嬉しいんじゃないかなと思いましたど,どっちかというとあのリカバリーコントローラーもいいんですけどどっちかというとレディネスチェックの方がいい機能かなっていう感じを印象を受けました、はい、なるほどありがとうございます、うん、ぜひ使ってみてくださいそうですね実際のお客さんで使ってそれのレポートとか気になるんでよろしくお願いします じゃあ次行きます。コードグループ,プロファイラーが Python アプリ向けのレコメンデーションをサポートするようになりました。レコメンデーションできるようになりました。Python のですね。やったぜ。はい。次。クラウドウォッチログスのアカウント全体の API 使用状況を確認できるようになりました。あの、そのメトリックスが取れるようになったという話です。次。これぜひ使ってください。AWS 認定トレーニングの選び方セキュリティ編。セキュリティのことをよく知りたいんだよねっていうあの人がいたら、これ当ててください。はい、AWS のセキュリティを学ぶためのコースですね。 2種類ありまして AWS Security Essentials っていう1日の基礎的なコースと3日間のセキュリティエンジニアリング AWS っていうコースの2種類がありますまあ、初級者向けと中級者向けみたいな感じですねでこの2つクラスメソッドが提供できるようになりましたんでぜひ拡散をよろしくお願いしますというところですね次 Amazon Neptune がオープンサイファークエリ言語をサポートしました今まで Gremlin と Sparkle ですかねこの2つのサポートをしてたんですけど3つ目の言語としてオープンサイフ という言語をですね。サポートしました。グラフデータベースの Neo4j でいいのかなので使われる言語ですというところで Neo4j から移行してくるユーザーとかとつきやすくなったという感じですね。コマ環境ではまだ利用しないように気をつけましょうというふうな注意事項があります。次、実質イメージビルダーのコンポーネントでパラメータが利用できるようになりました。パラメータ引けるようになったので、いちいち作り直しとかが不要になりましたよ。例えばソフトウェアのマイナーバージョンの変更とかだけだったら、パラメータ変えるだけでいけるようになりましたという話です。次 コードビルドのビルド結果にパブリックアクセスを許可できるようになりましたという形で、それをパブリックに見せたい場合の例として OSS のコントリビューター向けとか書いてあったんですけど、まあそういったのに使えますとで。注意事項としてはいろいろ出てくるので、環境変数とかシンクレットに環境変数とかにまクレデンシャルとか入ってると危ないんで気をしましょうという話でした。次、AWS Lambda が Python3.9 をサポートしましたよというところで変更点のおさらいしようというブログですね。どちらかというと Python3.9 の説明のブログですね。でどんな あるのののかっていうのでこのパイプとかかパイプイプコールが使えたたりととフフィックスサフィッッククススサこれ結構便利な機能だなって思いましたあとは、ゾーンインフォっていうので、これですね、アジア東京とかの指定タイムゾーンの指定がやりやすくなったりしたっていうのが、個人的には嬉しかったですね。次。これは影響でかいですね。インテルセッサー搭載の実際インスタンス M6i がリリースされましたというところで、汎用タイプですよね、MK。今までは M5 が、えと、インテルのインスタンスタイプで、M6 は出てたんです。 ですね、アームタイプとかができてインテルはまだ出てなかったんですけどようやくインテルが出てきたという形ですね。でまあコスパが合ってますよと。これでやったタイミングが東京なかったんですけど東京は今来てますと。 ですぜひ次、w o r k s p ー c e ーーズで Windows Server ーー2019のイメージが使えるようになりました。今までは2016ベースだったのかなが2019も使えるようになったという話でした。新しいものを使っていきましょう。次、AWS グルーデータブルーで論理条件を使えるようになりました。If とか And とか w r とか使えるようになりましたよという話でした。次、大円直線暗号の一種である ED25519 のキーペアを作成することができるようになりました。これは EC2 のキーペアですね。今まで RSA のキーペアしか作れなかったんですけど、 が使えるよううになったという話ですねこれは r a が別に弱くなったわけではないんで、変える必要とかあんまりないかなと私は思っているんですが、まあ選択肢が広がったという形ですね。まあどちらかというとなんかコンプライアンス要件的なものが多いのかなって私はちょっと思ってました。次、レディスに耐久性が加わった Amazon Memory Day B4 Redis が登場。これサービス名なんですよね。Memory d a B。で、中身はエラスティキャッシュでレディス使ってたのを、まあこの Memory d a B に置き換えられると。 という話でした。で、耐久性を確保できるんですが、この耐久性を確保するデータ映像化の代わりに書き込み速度が低下するという話で、それがしっかりと注意事項として書いてあるので、まあそこに気をつけましょうという話でした。すごいパフォーマンスがえらい差がある。これエラスキャッシュとメモリーレビービンのベンチーマークの結果ですけど、この青と赤の差がえらいあるという形で書き込みが非常に遅いので気をつけましょうと。 という話でした。これは結構分かりやすいトレードオフだなっていう感じですね。まあ、耐久性をマネージャーで持ってくれるっていうところはメリットだと思うので、はい、うまく使い分けましょうという感じなのかなと思いました。なんで、ちょっと、エラシィキャッシュのレディースのなんか名前を変えればよかった気がするんですけど、<laughs> なんで新しい名前になったのかなっていうのがちょっと気になってます。次、AWS ムシー CLI にデリートコマンドが追加されました。なかったんだって思いましたけど、SAM CLI からデリートするとリソース消すことができるようになったという話でした。次、クイックサイトの細か 細かいアップデートでチャートがいろいろと非用心できるようになっていたという話で、本当に細かい話なんですけど、ここのスクロールバーを消せますよみたいなアップデートとか、そういう細かい話ですね。細かいとこですけど、便利にチューニングしていきましょうという話です。次、ワークスペーシーズの Windows 用 PC 用 IP エージェントがいつの間にか6 4ビットになってた件について、これ、柴田さんがいつの間にか変わっていたことに気づいて書かれたブログなんですけど、何が困るのかっていうと、ここに書いてあるんですが、エージェンントトのインス,トールパス が変わってるのと、まあ、特にここは直接困ったという話なんですけど、グループポリシーを管理するファイルですね。pcoip.adm の代わりに admx っていうファイルになったと。 いう話なので、まあ、これが変わっているので気をつけましょうという話でした。AWS 上のインシデントを分かりやすくフローズにして可視化できる。ラトウェアクラウドネットプロテクターを使って攻撃された痕跡を調査してみた。長々しいタイトルをつけたんですが、僕なんですが、とにかくこれですね。この図です。AWS 上で何か起きた時のイベントとインシデントとその関連性を時系列に並べた図が一発で見れますよっていう非常に強い脅威、インシデント調査のツールですね。ぜひ使ってくれと。 やつですセキュリティハブの基礎セキュリティのベストプラクティス。さっきと一緒ですね。18個追加されてますよと。次。AWS バックアップでオーディットマネージャー機能が追加されたのだやってみた。これさっきのコンフィグの方が不正義だなって言ってたやつですけど、AWS バックアップの中で、これちょっと混同しやすいんですが、AWS オーディットマネージャーっていうサービスがあるんですが、まあ、そのサービスとも連携できるんですが、この機能自体は AWS バックアップの中のオーディットマネージャーっていう機能が追加されました。はい。わかりづらいんですけど、まあ、あの何をするかっていうと、 書いてあるんですけどコンプライアンスのチェックですね。ちゃんとすべてのリソースバックアップしてるかとか、すべてのリソースバックアップが暗号化されてるかとか、毎日ちゃんと欠かさずバックアップできてるかみたいなことをチェックするための機能ですね。まあ、今まではちゃんとバックアップしますよみたいな設定の話だったんですが、その設定がちゃんと企業のポリシー通りなのかみたいなところをチェックするためのオーディットマネージャー機能というのが追加されましたという話です。次。a m アクセスアナライザーによるポリシー生成。 で、より多くの AWS サービスがアクションレベルの情報に対応しました。アクションレベルっていうのは API の具体的なアクションですね。で、今までは16種類の AWS サービスしかアクションレベル対応してなかったんですが、58と結構いろんなサービスがアクションレベルのポリシー生成で対応してたので、結構使えるようになったかなという感じの話でした。次、データライフサイクルマネージャーで古い世代の AMI を非推奨にできるようになりました。先月のアップデートで AMI を非推奨にできるというアップデートを取り上げたんですけど、それをライフサイクルマネージャーで 使えるるよようううににななったたという話でです APC フィックスリスリリトトの最大エントリー数が変更できるようになりましたこれ、一回設定すると、そのプレフィックスリストのエントリー数が変えられないので、結構事前見積もりとかが大切だったんですけど、あの変更できるようになったので、ラフで使えるというところですね。あともう一個、ラムで共有できるっていうふうにアップデートが来てたので、これ結構複数の AWS アカウントで展開してる会社さんとかはめっちゃ嬉しいんじゃないかなと思いました。プレフィックスリスト、まあ大体どこのアカウントでも同じようなものを使うっていうことはあると思うんで、ラム使えるのは嬉しい なと思いました次。ああ、これは本当にすごいですね。Amazon クラウドフロントのコンソールが日本語対応しました。僕はこの日が来るとは思ってなかったです <laughs>、はいまああの。クラウドフロントのコンソール自体がアップデートされたのがこの布石なのかなっていうふうに感じました。 次、クラウドウォッチダッシュボードに任意のラムダ関数の結果を表示できるカスタムウィジェットができるんで使えるようになりました。これ結構面白いですよね。このカスタムウィジェットの中にラムダで実行した結果を入れられるようという形で HTML とかあとマークダウンと JSON 化で作れるようになったっていうのとボタンを設置してさらに追加でボタンを設置してこれでさらにラムダを動かして結果を出すみたいなのもできるようになったらしいです。可能性が広がり。これに関連しておじいチャットを動かすっていうブログも上がってましたね。気になる人は見てください。次 オートスケーリンググループのインスタンスリフレッシュがいろいろ便利になりました。これはあれですね。オートスケーリングの時にでに置き換わってて、置き換えなくていいインスタンスとかをそのまま据え置きにできるので、オートスケーリングに無駄がなくなる感じですね。とかができるようになりましたという話でした。次、クラウドフロントにロールバック前にプロビジョニングエラーをトラブルシューティングするオプションが導入されました。これもめちゃくちゃいいんですよね。これちょっと紹介しますけど、今までってそのクラウドフォーメーションの展開に途中で失敗したらロールバックが走って、 で、戻るっていう感じだったんですけど、それがオプションでロールバックしないで止めるっていうのが選択できるようになって、これめっちゃいいですよね。で、止まってると、ここにこんな感じで出てきて、再試行するのもできるし、あの、スタックの更新とかも選べるようになってるんですよね。で、ロールバックももちろんできるんですけど、この状態のまま止めて、テンプレートの間違ってるところを修正して更新とか、あの、リソースのちょっと削除、し忘れたリソース削除するとか、やって再実行とかできるので、このロールバックする時間を待つみたいなのが結構、クラウドフォーメーションの設定、 だった時とか多かったと思うんですけど、そういうのが回避できるので、これめちゃくちゃ神アップデだなと僕は思いました。 ぜひ使っていきましょう。オプション指定が必要なので注意が必要ですね。次、最後、ギリギリ間に合いましたね。VPC のサブネットルートテーブルで、ローカルルートより具体的なルートを指定できるようになりました。これちょっとニッチな用途なんですけど、前にそのゲートウェイロードバランサーとかを使った、そのノースサウス、外から入ってくるトラフィックに関して、そのセキュリティアプライアンスをかましてからルーティングするみたいな設定ができるようになってたんですけど、それのイーストウェストでも同じようにできるようになった。つまり、インターネットゲートウェイだけじゃなくて、 この各サブネットにアタッチするルートでもバランス製品の ENI を指定するみたいなことができるようになったという話ですね。これめちゃくちゃいいなと思いました。ここに書いたんですけど、イーストウエストをあのゲートウェイロードバランサー経由で設定するみたいなとかもできるようになったので、従来だとイーストウエストやりたいときはですね、ゲートウェイロードバランサー設置するだけじゃなくて、トランジットゲートウェイとかを挟んでルーティング用意しなきゃいけなかったんですけど、そういうのもいらなくなったというところでそれはいいかなと思いました。はい、いい時間になりましたね。トレンディーになれましたでしょうか。はい 引き続きキャッチアップしていきましょうあとブログ皆さんいっぱい書いてくださいそれじゃあ終わりますお疲れ様です